えー、こんにちは今日はですね、えー、これまで私がしばらくやっていた「声で読む名作本」シリーズというのがあるのですが久々にそのシリーズに入るようなものをやろうかなというふうに思います。で今日取り上げますのは「ジンの書いた故郷」という作品なんですけどもこれは「 実は私が若い頃ですね、大学を出て、えー、学習塾で学習塾といっても進学塾ではない、えー、まあ成績もオール2とかねそういうふうにできない生徒を集めた塾で、えー、国語を教えていたんですけどもその頃から何度も何度も読み返して来た 作品なんですねでそれをつい最近ふっと思いつきましてうん読んでみようかなと思ったんで、えー、ネットであの聞いてみたんですけども翻訳のの問題というのを考えました、えー、私が読んでいたこれはあの学校の教科書に載っていたもので翻訳は竹内好美さんの役なんですけどもね。 でそれを随分読みましてそのイメージがあったので、えー、ネットに上がったものを聞いてみるとまるで翻訳が違うとあ違うのではなくて別の人の翻訳なんですね。で私のこれは持論なんですけども、えー、翻訳が違ったらそれは、えー、別作品であるとつまり文学というのは文の学ですからね。まあ、文そのものもが、 価値を持っているでその文の表現の仕方が違ってしまったらそれはその文学ではないとでつまりその作品ではないですねつまり私が読んで、えー、いたのはその竹内好美さんが日本語で翻訳したその竹内好美さんの作品としての故郷だったわけなんです。 でそれを今下準備で、えー、全体を通して、えー、ざっと眺めてところどころブツブツと言いながら、えー、予習をしてみたんですけども、えー、よく覚えてるんですね自分でもね驚くほどそしてただ、あのー、全部声に出して読まなくてもその場面場面のイメージというものが湧き上がってきたので。 これはますます是非今のうち読まなきゃいけないなと思いまして、えー、読むことにいたしました。で全、えー、編読みますけどもね、えー、声に出して味わう、うん、声で読む、うん、名作本のシリーズの第34 <laughs> 回ぐらいに なるかもしれませんね。というわけで、えー、読むことにいたします。人作竹内美役故郷厳しい寒さの中を二千里の果てから 別れて二十年にもなる故郷へ私は帰った。もう真冬の甲であった。その上故郷へ近づくにつれて空模様は怪しくなり冷たい風がヒューヒューと音を立てて船の中まで吹き込んできた。と間の隙間から外をうかがうと鉛色の空の下。 わびしい村々がいささかの活気もなくあちこちに横たわっていた覚えず赤稜の缶が胸にこみ上げた「ああ、これが二十年来片時も忘れることのなかった故郷であろうか私の覚えている故郷はまるでこんなふうではなかった」 私の故郷はもっとずっと良かったその美しさを思い浮かべその長所を言葉に表そうとするとしかしその影はかき消され言葉は失われてしまうやはりこんな風だったかもしれないという気がしてくるそこで私はこう自分に言い聞かせた もともと故郷はこんなふうなのだ。進歩もない代わりに私が感じるような赤量もありはしない。そう感じるのは自分の心境が変わっただけだ。なぜなら今度の帰境は決して楽しいものではないのだから。今度は故郷に別れを告げに来たのである。私たちが長いこと、 一族で住んでいた古い家は今はもう他人の持ち物になってしまった明け渡しの期限は今年いっぱいであるどうしても旧暦の正月の前に住み慣れた古い家に別れなじみ深い故郷を後にして私が今暮らしを立てている異郷の地へ引っ越さねばならない くる日の朝早く私は我が家の表門に立った屋根には一面に枯れ草の槍茎が檻からの風になびいてこの古い家が持ち主を変えるほかなかった理由を解き明かし顔である一緒に住んでいた親戚たちはもう引っ越してしまった後らしくひっそりかとしている 自宅の庭先まで来てみると母はもう迎えに出ていた後から8歳になる老いの本瑠も飛び出した母は機嫌がよかったがさすがにやるせない表情は隠しきれなかった私を座らせ休ませ茶を継いでくれなどしてすぐ引っ越しの話は持ち出さない本瑠は 私とは初対面なので離れたところに立ってじっと私の方を見つめていた。だがとうとう引っ越しの話になった。私はあちらの家はもう借りてあること家具も少しは買ったことあとは家にある道具類をみんな売り払ってその金で買い足せばよいことなどを話した。 母もそれに賛成した。そして荷造りもほぼ終わったことかさばる道具は半分ほど処分したが良い値にならなかったことなどを話した「12日休んだら親戚周りをしてねその上で立つとしよう」と母は言った「ええそれからルンとね あれがいつも家へ来るたびにお前の噂をしてはしきりに会いたがっていましたよ。お前が着くおよその日取りは知らせておいたから今に来るかもしれない。この時突然私の脳裏に不思議な画面が繰り広げられた。紺碧の空に金色の丸い月がかかっている。 その下は海辺の砂地で見渡す限り緑のスイカが植わっているその真ん中に112 11歳の少年が銀の首輪をつるし鉄のさすまたを手にして立っているそして一匹のチャーをめがけてやっとばかりつくするとチャーはひらりと身をかわして彼の股をくぐって逃げてしまう この少年がルントである。彼と知り合った時私もまだ10歳そこそこだったもう30年近い昔のことであるその頃は父もまだ生きていたし家の暮らし向きも楽で私は坊ちゃんでいられたちょうどその年は我が家が大祭の当番にあたっていた この祭りの当番というのが三十何年目にただ一回順番が回ってくるとかでごく大切な行事だった正月に祖先の像を祀るのであるさまざまな供物を捧げ再起もよく吟味するし産経の人も多かったので再起を取られぬように番をする必要があった。 私の家にはマンゆえが一人いるだけである。私の距離では雇い人は三種類ある年間通して決まった家で働くのがチャンネンひぎ目で働くのがトワン君自分でも工作するから年末や石器や年貢集めの時などに決まった家へ来て働くのが万えと呼ばれた一人では手が足りぬので 彼は自分の息子のルン頭に再起の番をさせたいがと私の父に申し出た父はそれを許した私も嬉しかったというのはかねてルン頭という名は耳にしていたし同じ年頃なことまたウルーズキの生まれで五行の土が欠けているので父親がルン頭と名付けたことも承知していたから。 彼は罠をかけて小鳥を取るのがうまかったそれからというもの来る日も来る日も新年が待ち遠しかった新年になればルントがやってくる待ちに待った年末になりある日のこと母が私にルントが来たと知らせてくれた飛んで行ってみると彼は台所にいた つやのいい丸顔で小さな毛織の帽子をかぶりキラキラ光る銀の首輪をはめていたそれは父親の溺愛ぶりを示すものでどうか息子が死なないようにと神仏にがをかけてその首輪でつなぎとめてあるのだ彼は人見知りだったが私にだけは平気でそばに誰もいないとよく口を聞いた 半日もせずに私たちは仲良くなったその時何をしゃべったかは覚えていないただルントウが城内へ来ていろいろ珍しいものを見たと言ってはしゃいでいたことだけは記憶に残っているあくる日鳥をとってくれと頼むと彼はダメだよ大雪が降ってからでなきゃ おいらとこに雪が降るだろ。そうしたらゆきをかいてすこしあきちをこしらえるんだそれからおおきなかごをもってきてみじかいつっかえぼうをかってくずもみをまくんだそうするとことりがきてくうからそのときとくのほうからぼうに祝わえてあるなわをひっぱるんだそうするとみんなかごからにげられないんだなんだっているぜ タオチイだのチアオチイだのハトだのランペイだのそれからは雪の降るのが待ち遠しくなったルンとはまた言うのだ今は寒いけどな夏になったらおいらとこへ来るといいやおいら昼間は海へ貝殻拾いに行くんだ赤いのも青いのもなんでもあるよ。 おどしもあるし観音様の手もあるよ晩には父ちゃんとスイカの晩に行くのさお前も来いよ泥棒の晩そうじゃない通りがかりの人が喉が渇いてスイカを取って食ったってそんなのおいらとこじゃ泥棒なんて思いやしない晩するのはアナグマやハリネズミを調査月のある晩に いいいかいガリガリって音がしたらチャーがスイカをかじってるんだそうしたら手にさすまたを持って忍び寄ってその時私はそのチャーというものがどんなものか見当もつかなかった今でも見当はつかないがただなんとなく子犬のようなそして獰猛な動物だという感じがした 噛みつかない。さす。元があるじゃないか。忍びよってチャーを見つけたらつくのさ。アンチクッション利口だからこっちへ走ってくるよ。そうしてまたをくぐって逃げてしまうよ。なにしろ毛が油みたいにすべっこくて。こんなにたくさん珍しいことがあろうなど、それまで私は思ってもみなかった。 海にはそのような五色の貝殻があるものなのか、スイカにはこんな危険な経歴があるものなのか。私はスイカといえば果物屋に売っているものとばかり思っていた。おいらとこの砂地では高潮の時分になると羽羽がいっぱい羽ねるよ。みんなカエルみたいな足が2本あって。 ああ、ルントウの心は神秘の宝庫で私の遊び仲間とは大違いだこんなことは私の友達は何も知ってはいないルントウが海辺にいる時彼らは私と同様高い塀に囲まれた中庭から四角な空を眺めているだけなのだ惜しくも正月は過ぎて ルントは家へ帰らねばならなかった。別れがつらくて私は声を上げて泣いた。ルントも台所の隅に隠れて嫌がって泣いていたがとうとう父親に連れて行かれた。そのあと彼は父親にことづけて貝殻を一みと美しい鳥の羽を何本か届けてくれた。 私も一二度何か贈り物をしたがそれきり顔を合わす機会はなかった今母の口から彼の名が出たのでこの子どもの頃の思い出が電光のように一挙によみがえり私はやっと美しい故郷を見た思いがした私はすぐこう答えた「そ,そりゃいいな」 で今どんなどんなってやっぱり楽ではないようだがそう答えて母は郊外へ目をやったあの連中また来ている道具を買うという口実でその辺にあるものを勝手に持って行くのさちょっと見てくるからね母は立ち上がって出ていった 外では数人の女の声がしていた。私は本路をこちらへ呼んで話し相手になってやった。字は書けるよそへ行くの嬉しいなどなど。汽車に乗って行くの汽車に乗って行くんだよ。お船ははじめにお船になって。 まあまあこんなになってひげをこんなに生やしてふいに甲高い声が響いたびっくりして顔を上げてみると私の前には頬骨の出た唇の薄い五十がらみの女が立っていた両手を腰にあてがいスカートをはかないズボン姿で足を開いて立ったところは まるで製図用の足の長いコンパスそっくりだった。私はドキンとした。忘れたかねよく抱っこしてあげたものだが。ますますドキンとした。幸い母が現れて口添えをしてくれた。長いこと家にいなかったから見忘れてしまってねお前。 覚えているだろうと私に向かって「ほら筋向かいのヤンおばさん豆腐屋の」そうそう思い出したそういえば子どもの頃筋向かいの豆腐屋にヤンおばさんという人が一日中座っていて「豆腐屋小町」と呼ばれていたっけしかしその人ならおしろいを塗っていたし 頬骨もこんなに出ていないし唇もこんなに薄くはなかったはずだそれに一日中座っていたのだからこんなコンパスのような姿勢は見ようにも見られなかったその頃噂では彼女のおかげで豆腐屋は商売繁盛だとされた多分年齢のせいだろうか私はそういうことにさっぱり関心がなかった そのため見忘れてしまったのである。ところがコンパスの方ではそれがいかにも不服らしく蔑むような表情を見せた。まるでフランス人のくせにナポレオンを知らずアメリカ人のくせにワシントンを知らぬのをあざけるといった調子で霊障を浮かべながら「忘れたのかい何しろ」。 身分のあるお方は目が上を向いているからねそんなわけじゃないよ僕は私はどぎまぎして立ち上がったそれならねお聞きなさいよしゅんちゃんあんた金持ちになったんでしょ持ち運びだって重くて不便ですよこんなガラクタ道具邪魔だから私にくれてしまいなさいよ 私たち貧乏人にはけっこうやくに立ちますからね。ぼくは金持ちじゃないよ。これを売ってその金で。おやおやまあまあ知事さまになっても金持ちじゃない。現におめかけが3人もいてお出ましは8人かきのかごでそれでも金持ちじゃない。<laughs> だまそうったってそうはいきませんや。返事のしようがないので私は口を閉じたまま立っていた。ああ、金がたまれば財布のひもを締める。財布のひもを締めるからまたたまる。コンパスは膨れっ面で背を向けるとブツブツ言いながらゆっくりした足取りで出ていった。雪がけの打ちんに、 母の手袋をズボンの下へねじ込んでその後近所にいる親戚が何人も訪ねてきたその応対に追われながら暇を見て荷ごしらえをしたそんなことで四五日潰れたある寒い日の午後私は食後の茶でくつろいでいた 表に人の気配がしたので振り向いてみた。思わず「あっ!」と声がでかかった。急いで立ち上がって迎えた。来た客はルン党である。一目でルン党と分かったもののそのルン党は私の記憶にあるルン党とはにもつかなかった。背丈は倍ほどになり。 昔の艶のいい丸顔は今では黄ばんだ色に変わりしかも深いしわが畳まれていた目も彼の父親がそうであったように周りが赤く腫れている私は知っている海辺で工作するものは一日中潮風に吹かれるせいでよくこうなる 頭には古ぼけた毛織の帽子身には薄手の綿入れ一枚全身ブルブル震えている紙包みと長いキセルを手に下げているその手も私の記憶にある血色のいい丸々した手ではなく太い節くれだったしかもひび割れた松の幹のような手である」。 私は感激で胸がいっぱいになりしかしどう口をきいたものやら思案がつかぬままにひと言「ああルンちゃんよく来たね」続いて言いたいことが後から後から数珠つなぎになって出かかった「血あ落ち」「はねうお」「貝殻」「ちゃあ」だがそれらは 何かでせき止められたように頭の中を駆け巡るだけで口からは出なかった彼は突っ立ったままだった喜びと寂しさの色が顔に現れた唇が動いたが声にはならなかった最後にうやうやしい態度に変わってはっきりこう言った 旦那様私は身震いしたらしかった悲しむべき厚い壁が二人の間を隔ててしまったのを感じた私は口がきけなかった彼は後ろを向いて「シェイション旦那様にお辞儀しな」と言って彼の背に隠れていた子供を前へ出した これぞまさしく30年前のルン島ウであったいくらか痩せて顔色が悪く銀の首輪もしていない違いはあるけれどもこれが5番目の子でございます世間へ出さぬものですからおどおどしておりまして母と本ルが2階から降りてきた 話し声を聞きつけたのだろう。「ご隠居様お手紙は早くにいただきました。全く嬉しくてたまりませんでした。旦那様がお帰りになると聞きまして」とるんとは言った。「まあ何だってそんな他人行儀にするんだね。お前たち昔は兄弟の仲じゃないか。昔のように俊ちゃんでいいんだよ。 と母は嬉しそうに言った「めっそうなご隠居様何ともとんでもないことでございますあの頃は子供で何のわきまえもなく」そしてまたも春将を前に出してお辞儀させようとしたが子供ははにかんで父親の背にしがみついたままだったこれが春春五番目だねえ。 知らない人ばかりだからはにかむのも無理ない。「本瑠やあちらで一緒に遊んでおやり」と母は言った。言われて本瑠はシューションを誘い、シューションもうれしそうにそろって出て行った。母はルン党に席を勧めた。彼はしばらくためらったあとようやく腰を下ろした。長ギセルをテーブルに立てかけて、 紙包みを差し出した「冬場はろくなものがございません少しばかり青豆の干したのですが自分とこのですからどうか旦那様に私は暮らし向きについて尋ねた彼は首を振るばかりだったとてもとても 今では六番目の子も役に立ちますがそれでもつけません世間は物騒だしどっちを向いても金は取られ放題決まりも何も作柄もよくございません作ったものを売りに行けば何度も税金を取られて元は切れるし そうかと言って売らなければ腐らせるばかりで首を振り通しである顔にはたくさんのシワが畳まれているがまるで石像のようにそのしは少しも動かなかった苦しみを感じはしてもそれを言い表すすべがないようにしばらく沈黙しそれからキセルを取り上げて 黙々とタバコをふかした母が都合を聞くと家に用が多いから明日は帰らねばならぬというそれに昼飯もまだというので自分で台所へ行って飯を炒めて食べるように勧めた彼が出て行った後、母と私とは 彼の境遇を思ってため息をついた。子沢山、さん、作、重い税金、兵隊、貴族、役人、地主、みんな寄ってたかって彼をいじめて、デクノボウみたいな人間にしてしまったのだ。母は 持っていかぬ品物はみんなくれてやろう。好きなように選ばせようと私に言った。午後、彼は品物を選び出した。長テーブル二個、椅子四脚、香炉と食台一組、大ばかり一本。その他わらばいもみんな欲しいと言った。 私たちのところでは炊事の時藁を燃やすその灰は砂地の肥料になる私たちが旅立つ時来て船で運ぶと言った夜はまた世間話をした取り留めのない話ばかりだった明る日の朝彼はシューションを連れて帰っていった それからまた9日して私たちの旅立ちの日になった。ルントは朝から来ていた。シュイションは連れずに5歳になる女の子に船の番をさせていた。それぞれに一日中忙しくてもう話をする暇はなかった。客も多かった。見送りに来るもの、品物を取りに来るもの、 見送りがてら品物を取りに来るもの。夕方になって私たちが船に乗り込む頃にはこの古い家にあった大小さまざまのガラクタ類はすっかり片付いていた船はひたすら前進した両岸の緑の山々は たそがれの中で薄ずみ色に変わり次々と千尾に消えた私と一緒に窓辺にもたれてくれてゆく外の景色を眺めていた本ンがふと問いかけた「おじさん僕たちいつ帰ってくるの帰ってくる?」。どうしてまた、 雪もしないうちに帰るなんて考えたんだいだってシュイションが僕に家へ遊びに来いって大きな黒い目を見張って彼はじっと考え込んでいた私も私の母もはっと胸をつかれたそして話がまたルントウのことに戻った 母はこう語った。例の豆腐屋小町のヤンおばさんは私の家で片付けが始まってから毎日必ずやってきたがおととい灰の山からわんや皿を10個余り掘り出した。あれこれ議論の末それはルン・トが埋めておいたに違いない灰を運ぶ時。 一緒にに持ち帰れるからという結論になった。ヤンおばさんはこの発見を手柄顔に「犬じらし」これは私たちのところでニワトリを飼うのに使う木の板に柵を取り付けた道具で中に食べ物を入れておくとニワトリは首を伸ばしてついばむことができるが犬にはできないので見てじれるだけである。 それをつかんで飛ぶように走り去った。転足用の底の高い靴でよくもと思うほど速かったそうだ。古い家はますます遠くなり故郷の山や水もますます遠くなる。だが名残惜しい気はしない。自分の周りに目に見えぬ高い壁があって。 その中に自分だけ取り残されたように気がめいるだけである。スイカ畑の銀の首輪の小英雄の面影は元は鮮明この上なかったのが今では急にぼんやりしてしまった。これもたまらなく悲しい。母と本留とは寝入った。私も横になって。 船の底に水のぶつかる音を聞きながら今自分は自分の道を歩いていると分かった思えば私とルン島との距離は全く遠くなったが若い世代は今でも心が通い合い現に本樓はシュションのことを慕っているせめて彼らだけは私と違って 互いに隔絶することのないように。とは言っても彼らが一つ心でいたいがために私のように無駄の積み重ねで魂をすり減らす生活を共にすることは願わない。またルントウのように打ちしがれて心が麻痺する生活を共にすることも願わない。また他の人のように やけを起こして野放図に走る生活を共にすることも願わない希望を言えば彼らは新しい生活を持たなくてはならない私たちの経験しなかった新しい生活を希望という考えが浮かんだので私はドキッとした確か ルン陶が航路と食材を所望した時私は相変わらずの偶像崇拝だないつになったら忘れるつもりかと心ひそかに彼のことを笑ったものだが今私の言う希望もやはり手製の偶像に過ぎぬのではないかただ彼の望むものはすぐ手に入り私の望むものは 手に入りにくいだけだまどろみかけた私の目に海辺の広い緑の砂地が浮かんでくるその上の紺碧の空には金色の丸い月がかかっている思うに希望とは もともとあるものともいえぬしないものともいえないそれは地上の道のようなものであるもともと地上には道はない歩く人が多くなればそれが道になるのだ